心理じゃんけん、はい、突然の壁が来るし、私とアキさんの間に壁が、ルミさんの右目しか見えてない、俺も この壁の向こう側で、じゃんけんをして、はい、心理戦の、はい、で負けた方が罰ゲーム、はい、シンプル、はい、もうあの言葉巧みにいろいろ相手を誘導して、うん、自分が勝つようにオッケー、うん、していくゲームです。オッケー牧場、はい、じゃあまず最初にじゃんけんね、はい、最初はグーじゃんけんぽい、僕はね、うん、グーを出してます。え、私も、え、一緒、じゃあアイコだね、アイコだね、じゃあルミさんはパーにした方がいいのかな。じゃあ私パーにするね。パーでいいんですか。パーでいいよ。私が今からチョキに変えるかもしれない、ね、変えるんじゃないかな、アキさんはきっと。これでも、うん、ね、どうしようかな、どこを着地にするかだよね。もうこれでよしってなったら、うん、まあ、着地ってことだよね。そうね、本当にこれでいいの、本当にそれでいいですか。アキさんは今チョキってこと。私は今チョキですね。ねえ、ここで映ってる。本当だ。じゃあ、いくよ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、私はね、うん、いや、ルミさんから聞こうかな、うん、ルミさん何出してる。私パー出してる。パー出してる、うん、そうか、うん、アキさん何出したの。私もね、パーだったんで。すごい気が合う。気が合いますね、うん、どうしようかな。ルミさんがパーだったら、じゃあ変えようかな。じゃあ私も変えようかな、うん、だって2人で変えたらもうあれだよ、もう収集がつかない。確かに。でも、うん、これ別に何を出しても自由なんで、最終的に勝てばいいんですよ、うん、じゃあ私はね、うん、変えない。変えない、変えない、変えないでいきます。じゃあパーのまま。パーってこと。パーですね。だからいいの、そういうこと。これはまずいな。センシティブなこと言わないで。申し訳ない。うん、じゃあアキさんはパーってことね。アキさんはね、パーにしました。じゃあ私チョキにする。でもファイナルアンサー。ファイナルアンサー、じゃあ行きましょうか、はい、はい、せーの、はい。あ、じゃあ最初はグー、じゃんけんぽい。何出した。チョキ出した。あー、なるほどね、うん、じゃあ変えようかな。え、アキさんもチョキ出したの。え、いや私ね、パーだったんだよね。え、え、そうなんだ。、うん、意外。え、そう、うん、なんで、何が。意外とは。また、だいたいほら、最初アイコになるじゃん。一発目で勝負が決まることなかなかないじゃん、我々。そう、うん、あ、ルミさんの中ではそういうイメージなんだね、うん、結構アイコが多いイメージ。え、でルミさんは、うん、なんだっけ、チョキ。 今ね、パーにした。パーにした、うん、あ、じゃあ、え、私なんだっけ、チョキだっけ。え、嘘ついた。アキさん嘘ついたってことだね。じゃあ、いや、もうね、変えちゃったんだよね。あ、変えちゃったんだ。今最初何出したっけと思って。今何なの。今、うん、今はね、パーです。アイコ。アイコはでも、まあ、あ、じゃあもう次アイコは負けにする。アイコは負け。アイコは負けで2人とも変顔。うん、あ、変顔したくないんだよな。っていうか、せっかくだったらちゃんと心理戦やって勝ち負けを決めたい。オッケー。うん、私今パー。じゃあ変えようかな。何に変えたの。じゃあ何に変えたの。え、チョキに変えたってこと。私はね、うん、パーに変えました。え、なんで。え、パーに勝つにはだってチョキじゃないと。アキさん、いや、したらルミさん変えるかなと思って。うん、うん、ん、どういうこと。アキさんがパーにしたら私がパーを変えるかってこと。そう、なるほど。どうかな、変えるかな。変える。私変えると思う。まあ、なんか変えそうな気がする。そうなんだ。へえ。いいですか。いいよ。よし、じゃあ行きましょう。はい、せーの、勝った。やったー、勝った。じゃあルミさん変顔お願いします。どうしようかな、どれにしようかな。どれ、いっぱいあるの、すごいね。いっぱいある、いっぱいある。どれが好き。私はね、フグが好き。シシドジョーだから。個人名はちょっと、ちょっとじゃあ斜めからいくね。斜めから。
これがアキさんの好きなフグの顔ティーチャスキブス